はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、インスタでもたくさん日頃から質問いただくんですけど、私のこの髪色について質問をめちゃくちゃいただきます。ちょっと前に髪の毛を明るくしてから、何色ですかとか、髪の毛のケア何してますかとか、本当にたくさん質問いただくんですよ。なのでちょっと今回はそれを動画にしようかなっていうふうに思っております。でも本当に今からこの後髪の毛を染めに行くんですよ。もう見てわかる通り結構ねプリンになってきてしまっていて、伸び始めていたりとか、色落ちもやっぱりブリーチをしてるので気になるあるんですよね。私がいつも色落ちで気になってるのが毛先のオレンジ感、黄身感というかがすごくね、いつも気になるんですよ。やっぱりブリーチしてるとどうしても日本人の髪の毛って黄身が出やすいので、それでもなるべく出さないようにとか美容師さんに相談しながらオーダーとかをしているので、なので今回は実際に今から行ってくるので、また帰ってきたらこんな感じになりましたみたいな感じでお見せして、その髪の毛のオーダーをどのようにしたかっていうのも紹介していけたらいいなと思っております。過去の髪色とかもうあんまり詳しく話したことなかったと思うので、ちょろっと振り返りつつやっていけたらと思っておりますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ということで私は今から美容室に行ってきます。ではレッツゴー。はい、ということで帰ってきました。そしてこんな感じになりました。今回のカラーでございます。前回と同じオーダーをしたんですけれども、夏っていうのもあって今回もちょっと明るめのカラーをしていただきました。今回のこのカラーのオーダー方法なんですけれど、前回と同じ感じなんですが、私基本的にいつもカラーをオーダーするときにやっぱり言葉で伝えるよりも写真とかイメージとかがあった方がすごく伝わりやすいと思うんですよ。で、実際になんか前美容師さんもカラー名で言われると、例えばこうブロンドヘアにしてくださいとかベージュにしてくださいみたいな感じで言ったとしても、そこはなんか美容師さんの価値観によって違ってくるっていうのも言っていたので、私はなりたいカラーをインスタグラムとかで見つけてそれを見せて、こんな感じでお願いしますっていう風にいつも頼んでるので、はっきりとこうカラー名、これは何色ですっていうのが伝えづらいんですけれど、今回のこのオーダーは一応参考にした画像をここに貼っておきます。こんな感じにしたいなって思ってますっていう風に美容師さんと相談してやっていったんですけど、このカラーはとりあえず明るくしたいっていう風に伝えて、ちょっとこうベージュっぽい感じの柔らかい感じの色で、ちょっとくすんだ感じというかの色がいいですっていう風に伝えました。で、あとやっぱり黄身とかがどうしても気になっちゃうので、そこら辺は抑えたいっていうのも伝えています。割といつも色落ちとかを考えてカラーをしてくださるので、最初染めたては若干濃いめにしてもらうことが多いかなっていう風に思います。今の髪色のオーダーはこんな感じでオーダーしました。もし同じにしたいとかこういうカラーにしたいって思ってる方がいれば、私の写真とかを見せてオーダーしてみてください。過去のカラーでちょっとこれ好評だったなとか質問多かったなっていうカラーを紹介していきたいなと思うんですけれど、このカラーも結構質問多かったかもしれない。これはハイトーンにする1個前のカラーかな。これはねハイライトを入れてもらってます。で、このハイライトもそんなに私はがっつりハイライトを入れたくなかったので、すごい自然な感じにしたいっていうのも相談していて、で、ハイライトの細さ太さは若干太めがいいっていうのを伝えていました。その時も私は気にあんまり出したくないっていうのも伝えているので、結構濃いめに最初は入れてもらってましたね。染めたてはここら辺とかかな。色がしていくとどんどんハイライトも目立っていくので、最初はこのぐらいの濃いめな感じでオーダーしましたね。この時はちょっとねアッシュっぽい感じのカラーでお願いしましたね。私は基本的にアッシュ系のくすんだような感じのカラーが好きなので、そんな感じでオーダーしました。今もそのハイライトの名残が若干残ってるんですよね。だからハイライトしたところが若干色が違ったりして見えてるところもあると思います。ここら辺のカラーとかもすごい私気に入ってました。この赤系のカラー、赤系ってね可愛いんですよね。このカラー何ヶ月か続けましたね。これは多分カラー名で言うとダークレッドみたいな感じなんですけど、割と黒髪に近いような感じに見えるんですけど、光に当たった時とかにちょっと赤っぽい感じのカラーになったりとか、それがねすごくおしゃれで垢抜けられたりとかもするし、黒っぽい感じのカラーなので割とどんなファッションとかでも合わせやすいし、このカラーすごく好きでしたね。私ももう一回やりたいなって思うんですけど、でもこの赤っていうのはめちゃくちゃ色が抜けにくいので、この後の次やりたいカラーにするのがすごく大変でした。で、めちゃくちゃブリーチして髪の毛もすごい切れちゃったりとかしたんですけど、でも赤はねすごく可愛いですね。
はい、ということで、まあ、こんな感じですかね、最近のカラーだと。特に気に入ってるカラーだったりとか、質問が多かったカラーのオーダー方法を一応紹介してみました。ということで、今日もね、こんな感じで染めてきたんですけど、オープニングでもちらっと言ってたんですけど、どうしても色落ちはしてきてしまうものだと思います。髪の毛もこんだけブリーチとかカラーとかしていて傷むし、いろんなヘアケアはしてるんですけど、今回使ってみたいやつがあって、それが、じゃん、こちらなんですけど、ハンテンミラクルズのカラーシャインシャンプー&トリートメントと、ハンテンミラクルズのカラーシャインカプセルミックスクリームです。この3つをちょっと今回使ってみようかなって思ってて、これが色落ち防止シリーズっていうので、カラーした髪の毛の色を保ってくれるっていうシリーズなんですけど、これが30日間使うと結構効果が分かりやすいっていうことだったので、実際に30日使ってみようと思います。今日からこれを使って色落ちの検証をしてみようかなって思ってて、今日が7月の15日なので、今日から30日間、8月の13日、まあ約1ヶ月後ですけど、その日にどのぐらい色落ちが防げているのかっていうのを、私の感想とかも話せたらいいかなというふうに思っております。じゃあ今日からね、1ヶ月間こちらのシャンプーとトリートメントと洗い流すタイプのトリートメント、この3つを使って30日後に皆さんにご報告しようと思います。ということで、1ヶ月後の私へどうぞ。はい、ということでですね、今日が8月の13日ということで、染めてから30日が経過いたしました。現在の髪色はこんな感じになってます。染めてからのパンテーンの色落ち防止シリーズをずっと使っていました。髪色はとりあえずこんな感じなんですけど、使ってみての感想だったりとか経過だったりとか比較とかもね、していこうかなっていうふうに思います。多分まず皆さん気になると思うので、比較からしていきますか。1日目、まあ、染めた日と今日本日30日目の比較した画像が、じゃん、こんな感じです。すごくないですかこれ。さすがに30日も経過していると、やっぱり最初のカラーと比べて若干の色落ちはあるんですけど、本当に綺麗にね、髪色保ててるんじゃないかなと思います。やっぱり私は毛先の方がちょっとオレンジっぽく色落ちがしやすいので、1日目に比べるとやっぱり毛先の方のオレンジっぽさっていうのは若干出てきてるかなっていうのは思うんですけど、私はね、このオレンジっぽさが出てくるのがいつもよりも遅く感じました。いつもだったら結構ね、2週間過ぎたあたりぐらいから若干オレンジ味が気になるなっていう感じがするんですけど、今回は本当にね、3週間ぐらい経ってからかな、特に気になりだしたのは、色落ちをするペースっていうのがゆっくりになった感じがしました。色落ちの仕方もすごく綺麗ですよね。実際に髪の毛染めてから3週間ぐらい経った時に会った人にも、すごい髪色綺麗ですよねっていう風に言っていただけて、染めてから3週間経ってるので別に染めたてってわけでもないんですけど、髪色を褒めていただいたりとか、あと髪の毛のツヤも結構保ててる感じがします。見てもらっても分かると思うんですけど、しっかりツヤっと、毛先もパサついてる感じもせずツヤっとしたままですよね。今回この3つ、色落ち防止シリーズ使ってたんですけど、私がね、特にいいなって思ったのがシャンプーですね。このシャンプーがめちゃくちゃ泡立ちがいいんですよ。普段から私も一応髪色のケアはしていて、紫シャンプーとか使ってたりとかもしてたんですけど、紫シャンプーとかって結構泡立ちが微妙だなっていうものが多いんですよね。だからなんかちょっとこう洗えてない感じだったりとか、物足りない感じがすごくあったんですけど、このシャンプーは少量でも泡立ちがすごく良いので、そこが私は気に入りました。あとこれ見てもらったらわかると思うんですけど、このシャンプーはね、色がついてなくて、ちょっと半透明な感じって言えばいいのかな、色がついてないのに色落ちをケアしてくれるものになっているので、どんな髪色でも使えるっていうのがいいなって思ったし、紫シャンプーを使ってる方は一度は多分経験したことあるんじゃないかなと思うんですけど、ハイライトを入れてた部分とかだと何回もブリーチしてるので色が入りやすくって、そこに紫シャンプーとかを使うとちょっと紫っぽいカラーが入ったりとかすることがあるんですよ。なんですけど、このシャンプーだと色がついてないので、そういうこともないなと思って、そこもね、とてもいいなっていう風に思いました。あとやっぱりこのパンテンさんなので、手に入りやすくて簡単にケアができるっていうのも便利だなという風にも思います。あとまあこの2つがどちらもトリートメントなんですけど、こちらが普通にデイリー使いするようなトリートメントになってて、こっちが週に3回ぐらい集中的にケアできる洗い流すタイプのトリートメントなんですけど、私も実際にこれは週3回なので約2日に1回ぐらいですかね、ずっと使
ってました。私まあ結構ブリーチも重ねていて、そこまでブリーチをしてない方よりも髪の毛がパサつきやすかったりとかダメージも結構入ってしまっているので、もちろんねこのトリートメントもすごく良かったんですけど、私は結構ブリーチを重ねてるっていう方であればしっかりとこっちの洗い流すタイプのトリートメントを使うのがおすすめかな。やっぱりこっちのトリートメントだけで終わった時と洗い流すトリートメントを使った時とでは本当に髪の毛のテグシをした時の通り具合だったりとか洗い上がりとかも全然変わってきたので、個人的にはこのシリーズをしっかりと3つ使ってケアしていくのがいいかなというふうに思いました。でこのね洗い流すタイプのトリートメントなんですけど、分かりづらいかもしれないんですが見てもらうとこんな感じでオレンジっぽい感じのつぶつぶが入ってるのが分かるかなと思います。これが高級美容液カプセルって言って、これをね手に出して最初に手のひらとかでなじませていくんですけど、その時にこのカプセルがパンって弾けるんですよ。弾かせることによってフレッシュな美容液を髪の毛に浸透させることができるっていうので、あんまりこういうの使ったことなかったのですごくそれがね楽しかったし、新鮮な美容液を髪に浸透できるっていうので、カラーしたりとかして普段ダメージが加わっちゃった髪の毛のダメージ補修をしてくれたりとかするので、これは本当にね使ってみてほしいなって思います。であともう一個すごかったのが、髪の毛染めて初めてシャンプーする時って大体のシャンプーがシャンプーして洗い流す時に流れていく泡に染みたカラーに染まってるっていう経験多分あると思うんですよ皆さん。なんですけど今回このシャンプーを使った時に初めてシャンプーする日泡にね全然色がついてなくて、そこもねすごいなって思いました。やっぱなんかいつもは目に見えてこう色が落ちていくのが分かってたのでわーと思いながらやってたんですけど、このシャンプーはそれが気にならなかったのでそこもすごいなっていう風に思いました。はい、ということでまあこんな感じですかね。今回私このパンテンミラクルズの色落ち防止シリーズ初めて使っていったんですけど、このシリーズは美容師とか女性誌のコスメアワードとかでも30巻獲得してる人気シリーズらしくって、実際今回私も初めて使ってみてすごく納得でした。めちゃくちゃ良かったです。写真とか見ててもわかるようにこんなに色落ち気にならなかったりとか、髪の毛のツヤとかも保ててるなっていう風にも感じるし、私はこのシリーズめちゃくちゃ気に入りました。多分皆さんも髪の毛染めたことある方とかであれば誰しもが色落ちを経験したことあると思うんですけど、なんかもしうまくケアができなくて悩んでたっていう方がいればぜひ30日間皆さんも私みたいに写真撮ったりとかしてちょっと実験じゃないですけどぜひぜひ使ってみてください。はい、ということで、まあ、今回ですね主に髪色についてオーダーの仕方であったりケアの仕方であったりを紹介してみました。日頃から髪の毛についてはたくさん質問もいただくので、やっぱりみんな気になるところではあると思うのでぜひぜひ参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。